サウンドステーツをご覧の皆様、ミシェルです。新年明けましておめでとうございます。アジアを中心に活躍する実力派アーティストをご紹介するサウンドステーツ。さて今晩は琴奏者の中島凛さんが11月2日に渋谷 JG ブラッドで開催したバースデーライブ、そうよ私はサソリ座の女をお届けいたします。中島凛さんは5歳より琴を始め、J-POP のシンガーソングライターを経て、2004年、伝統を大切にしながらも独自の音楽世界を作りたいという思いで琴奏者として活動をスタート。洋楽器とのセッションを中心とした楽曲はテレビやラジオで数多く使用され、国内外で幅広く活動されています。それでは早速お送りいたしましょう。Smile, Dream and Music, Sound States。Thank you.
いやすっごい素敵でしたね、リンさん。ありがとうございます。ね、本当にこのバースデーライブ、はい、盛り上がってたみたいですね。あ、おかげさまで、なんかいろいろなことをやりましたので、うん、私自身も楽しませていただきました。で、今回ちょっと今見ていただいた流るると里の秋という曲だったんですけれども、はいはいはい、私立って演奏してるのすごい衝撃だったんですか、かっこいいですね。本当ですか、ありがとうございます。なんかやっぱりそのまず現実的な問題としておことがその数が多い方が、うん、まあ、対応しやすいっていうこともあるんですけど、うん、あと視覚的にも立ってた方がこうシルエットが着物のシルエットがよく見えたりとか、うん、なんかそのバリエーションもできたり、私もちょっと挑戦、なかなか挑戦することなかったんですけどやってみました。バリエーションが出るっていうと、はい、おことはなんか出る音階が違ったりするんですか。音階その曲によって調弦を変えたりするので、特にこうオリジナル曲をやったりする場合は、私の使ってるおことが13弦しかないんですよ。13弦もって感じじゃないですか。そうですね、13弦そうなんですよ。なのでその音が決められているので、範囲があるので、その転調を、まあ、よりやりやすくやるようにおことを2面用意したり、はい、演奏会によってはおことも取り替えちゃう時もあるんですけど、ああやってライブで置いて見ていただくのも楽しいかなと思いました。とっても素敵でした。ありがとうございます。あとこの曲は、はい、流るるはオリジナルなんですね。はい、そうです。流るるはおしぼり屋さんとのコラボレーションでできた曲で、本当にこれいつも言わせていただいてるんですけども、私もおしぼりの曲を作るときどう作っていいのやらというのがあったんですけど、その伝統文化っていうおもてなしの心で伝統、日本の伝統文化だっていうことをお聞きしたときに、こう通じるものがあるんだなと思いまして、なんか昔から受け継がれて今にも生きている、そういう思いを大切にした曲にしたいなと思って、そういうイメージが湧いたので作った曲です。なるほど、はい、で里の秋っていうのはどうして選曲されたんですか。里の秋はもともと唱歌でもちろん知ってる曲だったんですけど、ある時ジャズのバージョンを聞いてすごいかっこよかったんですよね、そのバージョンが。それであ、こういう風になんか日本の曲も演奏できたら素敵なんだなと思って、おことで弾いてみたいなと思ってから、そのピアノとかギターとかと一緒に演奏するようになったんです。なるほど、はい、あときっと見ていた方々皆さん思ったと思うんですけど、はい、出てきた時こう歌いながら出てきてそうですね、リンさん歌ってるって、はい、もうあれはすごいですね。ありがとうございます。もともと私シンガーソングライターをやってたことがありまして、はいはい、でもやっぱりその歌よりおことを弾いてる方がまあ落ち着くなっていうところがあったんですけど、もうバースデーライブということもあって自分のこの原点に帰りたいというか、そういう思いもありまして、もともとすごい好きだった子供の頃によく歌ってた曲とか聴いていた曲とかを中心に思い切って歌いながら登場してみました。もう会場がすっごい笑顔でしたね。そうですね、なんか初めはもうびっくりしたみたいですけどね、みんなだけどこういいなと思ったのは、こう練り歩きながら会場を行ったんですけど、お客様の一人一人にこうご挨拶できるような目を見てこんにちはって言いながら歌える、それが私にとってはちょっとすごく良かったですね。なるほど、うん、そうだったんですね、はい、あときっと見てらっしゃる皆さんも思ったと思うんですけど、はい、着物がすごいかっこよかったですね、はい、とっても素敵なデザインだったんですけど、これも何か、エピソードあるんですか。そうなんです、この着物がちょっと最初この衣装を考えているときにどんな着物がいいかな、ちょっとこう個性的なのがいいなと思って探していて、それでなんか着物を見つけたんですけれども、うん、でそれを手元に来たときにもうできてたお着物だったんですね。で私はその写真とかを見て気に入ったの で手元に来た時に、ね、生地が硬いんですよあれいつもなんか違うと思ったらお聞きしたらカーテンでできてる生地で、カーテンなんですか、はい、なのでその着物の反物とかの生地ではなくてカーテンから作られたっていうのをお聞きしまして、でも素敵なデザインだったんで来たんですけど、この辺とかはすごいゴワゴワしてました、ね、やっぱりなかなか味わえない感覚でしたそうだったんですね、はい、いやでもインパクトがさらに出てよかったと思います。では引き続きまして、こきりこ節と剣をお楽しみください。
今度はまたガラッとお衣装も変わって、はい、そうなんです。ワンピース、はい、すごいセクシーでしたね今回は。いやちょっと洋服もなかなかね、うん、私洋服でライブをしたことってほぼ最初の頃はジーパンでデニムでやったこともあるんですけど、デニムのことだったんですか、こともあるんですけど、それ以来なぐらいの勢いで自分のライブでは、はいはい、はい、じゃあでもすごいスタイルもものすごくいいから、いえ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 、とってもお似合いだったんですけど、きっと皆さんもすごい素敵と思ったかと思うんです。そりゃそうですよね。かつてはクイーンだったんですよね。何のクイーンでしょうね、はい、あるクイーンだったんですよねなるほど、そういうこともありましたね昔。そうですね、ただ洋服はやっぱり悩みますね。そうですか、はい、やっぱり違いますか。演奏する着物の方がなんかこうやる演奏するぞっていう感じがあるんですけど、でも結局洋服で最初演奏するときにこう気になっちゃうかなと思ったんですけど、演奏し始めるともう気にならなくて、何が何となってもいいやみたいな感じで演奏してましたなるほど、はい、そうだったんですね。あと今回すごい面白かったのが、はい、リンコの部屋、はい、リンコの部屋はもう大変でしたね。そうですね、まあ、お話しさせていただいたんですけど、今回3部構成でトークショーが間に入って、その時の、まあ、普段のなかなかできないお話とかしたいと思いまして、それで一つはイタリアに行った時に楽器が一緒になったっていう話をして、そうなんです。ちょっと詳しく、なんでその一緒になったかって、ちょうど私たちが離陸するときに、はい、雨がすごい大雨だったんですよ。それでちょっと飛行機がステイしてたんですけど、はい、でたまたま私の座ってるところが窓際でふって見たら、ちょうどそこに荷物が、うん、私たちの荷物が雨ざらしで放置されてたんですよね。楽器も一緒に、楽器も、はい、あともういろんな荷物、私たちだけじゃなくてもちろん乗客の方皆さんの荷物が、荷物だけ雨ざらしで置かれていて、それでなんかそのバンバンって雨が弱まってきてから、あちらの方が入れてくださるんですけど、なかなかご丁寧な感じで扱いで、もうびしょ濡れになっちゃいまして、楽器が、その話をさせていただきました。それ楽器ってもちろん琴とか、あと他の楽器もあったんです、はい、そうなんです。その時和楽器のグループで行っていたので、それこそ濡れるのって元気なんじゃないですか。そうですね、ダメになったりとか、太鼓とか、あと衣装の着物とかもびしょ濡れになってしまいました。なるほど、それは大変でしたね、はい、あと結構いろんなところに演奏に行かれるかと思うんですけど、はい、琴っていう楽器で難しいことって他にはどういうことがあるんですか。はい、そうですね、よく聞かれるんですけど、どうやって運ぶのとか、この、うん、飛行機の時もそうなんですけど、一応飛行機に乗せるそのフライトケースが一応あるんですよね。あるんですね。ただすごく大きいんですよ、普通のお琴で1m80ちょっとぐらいの大きさだったりするんですけど、そこにもまたこうかぶせるので、2m以上 2m30 ぐらいの大きさになって、はいはい、そういうなんかウレタン素材みたいな感じなんですけど、そういうもので、まあ、宅急便で運ぶこともあれば、うん、はい、車で運んだりします。送れるんですね。そうなんです。で飛行機で行った時にちょっと変わって料金改定みたいなのがあって、お金がかかるって言われたことがありまして、追加料金が、はい、それでその時シンガポールに行った時なんですけど、はいはい、そしたらでもスポーツ用品はかからないよって言われて、どういうことですか。スポーツ用品 OK、 なんかそのじゃあサーフボードって言っちゃおうかなと思って思ってもサーフボードですって送ろうと思ったんですけど、やはりそこはね投げられてもまた困っちゃいますので諦めて、はい、追加料金払いました。ちなみに追加料金ってどれぐらいかかるものですか。洋服でやっぱり5万ぐらいかかった気がしますね。結構取られますね。そうですね、大きい。なるほど、はい、なのでスポーツ用品だったら大丈夫だと思います。スポーツ用品持ってる方は大丈夫です、はい、なるほど、はい、でもこれだけ大変なことがいろいろあったかと思うんですけど、はい、このライブすごいあったかいな、よかったなと思うのは、はい、協賛 助けてくださる方、そうですね、本当に多かったですよね、はい、今回いつも以上にまあ、いろんなことをやるってこともありまして、まずはお着物も、うん、富山の牛島屋さんという着物屋さんに、私がポスターを見て着物がいいんですって言ったら、パールトーンのそう着物だったんですけど、それをまあご用意してくださったり、あとはですね先ほど曲もコラボであったんですけど、おしぼり屋さんって言って、うん、アロマおしぼりをお客様にお配りしたりとか、はいはい、あとはですね、はい、ここに入ってるんですよ、どこかに行っちゃいましたこのですね、これはですねハンドクリームなんですけど、まかないコスメさんっていうすごい、うん、ハンドクリーム
さんにお配りさせていただきました。女性みんな喜びそうですね。そうですね、いい香りだったりとか、うん、やっぱりあのなんかこう共通するものは日本のこのいいものを海外にもそういうあの今の方々にもあの新しいものを取り入れてやってらっしゃるっていうところなんですよね。でそういう自分の活動ともちょっと通じるところがあるなと思ってあのご協力いただきました。なるほど、はい、はい、ということで、はい、続きましてはほのかと疾風をお聞きください。どうぞ。Thank you.
中島凛さんのバースデーライブいかがでしたでしょうか。日本の伝統楽器琴とのさまざまな楽器とのコラボレーション、本当素晴らしかったですね。さて皆さん、新年も明けたところで今年の抱負決めましたか。私はすごく迷子が得意でプロの迷子に最近なっているんですが、今年こそは人に迷惑をかけないようになるべく速やかに現場までたどり着きたいなというふうに思っています。来年きっと良くなった報告ができるかなと期待しております。では本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。 Smile, Dream and Music Soundstates。Thank you.